ございます。6月の14日の朝、今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布で切る。先日、自分を励ましてほしいという方に出会いました。そんなに薄くなりたいの？仲間だ。というと、一緒にしないでと言われてしまった。あなたのは励ます。そこまで言うか。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。法事ギフトのご注文多数。法事ギフトはお任せください。お寿司の醤油代わりに乾燥塩昆布を乗せて食べてみても美味しいです。分厚い乾燥塩昆布を包丁で細かく切り、お寿司によーくなじませて食べます。昆布の旨味と魚の旨味とが混じり合って、素晴らしい酒の肴になります。どうかお試しあれ。店長まっちゃん、おみくじもう何枚引いてんの？